何これ今日ね、新聞とこ入っとったんよ。何だろうこれ。何て書いてある？名もなき家事妖怪やって。お手伝い券ね、なんかほらここ書いてあるよ。家事妖怪ってどういう意味？名前のない小さな家事がお家にはいっぱいあるよって。ほったらかしてたら妖怪になって現れちゃうって言っとうよ。うちにもあるんじゃない？おもちゃ出しっぱ。ケイトのおもちゃも出しっぱなしになってたりするよね。おもちゃ出しっぱ。じゃあ名もなき家事妖怪やっつける？やっつけてくれる？やっつける？やっつける？やっつけよう。行ってみようか。うん、行ってみよう。はい、ママ。あ、ありがとう。他にも妖怪見つけようか。グラスのミッパー、靴脱ぎっぱ、靴下まるまる、ペーパーカラカラ。お手伝い券を作ってみようって。オリジナルでなんか好きなのかける、ね、好きなのかけるって、うん、帽子置きっぱ、花瓶の中の水を変えないと出てくるよ、うん、花瓶の水放りっぱ。子供が家事に参加する家庭は、働くママの感じるストレスが 15% 軽減されるという調査結果に。嬉しいです。もうちょっとでも手伝ってくれると時間が増えるので嬉しいです。お風呂洗いと新聞取りいっぱいやります。これから気づいたら自分からやっていきたいと思います。子供の家事への意識が変われば、今が変わる、未来が変わる。いずれは家事を手伝うという考え方自体がなくなりますように。名もなき家事妖怪。